はいどうも、うしみです。たまにはですね、鹿児島非公式ご当地系 VTuber らしくですね、難しいかもしれない鹿児島弁シリーズというものをですね、やりたいんですけども、そもそも鹿児島弁自体が難しいのでは。いや、そんなはずはないですよ。ないですよね。まあ、多分ないですよね。一つ目の鹿児島弁が、ふんたび、ふんかく、ですけども、まあ、これはですね、鹿児島に住んでるとよく聞く方言ですが、意味が、踏みにじる、踏みつける、踏みまくる、ということみたいですが、まあ、よく使ってるのは、踏みつけるの場合が多いですね。まあ、他の使い方だと、ふんたびるとか、ふんたびったというふうに言うんですけども、そう言われても、まあ、県外の方は初見だとわからないかもしれませんね。これは意外とわからない。で、二つ目の方言になりますが、それがですね、ゆっかす、ゆっかすいですが、これは教えるという意味で使われる方言ですが、これはたまに聞くことがあるんですけども、まあ、聞くことがあるとすれば、年配の方たちがよく使ってるっていうか言われるときに、まあ、使われている方言というイメージなんですけども、これは普通に可愛いと思うんですよね。あたりがいろいろゆっかすいみたいな感じで使われたら非常にテンションが上がりそうですよね。いやー、言われたい。星屑を彷徨ういつでも